2018年4月3日5時2分関取衆に訓示する春日野巡業部長イコール岐阜県中津川市、拡大、大相撲春巡業、2日、岐阜、中津川市、東美濃ふれあいセンター、3月末、の職務文書で新たに巡業部長に就いた春日野親方、55、イコール元関脇栃の若イコールが関取衆約60人に対して、日本相撲、協会が注目されているので、言動を慎むように、地に落ちた人気を回復させるために大相撲の底力を見せよう、などと訴えた。行事の最高位、立行事の式守伊之助が昨年12月の冬巡業中に不祥事を起こしたことを受け、春日野部長は関取以外の行事や呼び出し、床山らも集めて訓示。関取とそれ以外の2つに分けて訓示するのは初めての試みだ。また関取以外に対する訓示の中で、不祥事の再発防止のため新たな報告体制を取ることも言い渡した。行事、呼び出し、床山、若者頭、世話人それぞれ職務別に代表者1人を選出。巡業の当日朝の会場で、前夜や移動中に問題がなかったかなどを巡業部長に報告することを求めた。今、あなたにおすすめ。